皆さん、みんなの銀行そろそろ登録しませんか？もうやりましたか？1000円もらえますからね。で、今回ね、私のこういうふうな量産しているみんなの銀行というね、おすすめの動画のコメント欄に、この紹介コードを使ってくださいみたいな方がね、群れてきました。ね、皆さんもご存知だと思いますけども、その方のね、コメント欄に横やりを出してきた人の紹介コードで、みんなの銀行を作ってもらってもいいですよ。ね、まあ、とにかく誰かが1000円儲かればいいです。私が1000円儲かりたいっていうのもありますけども、ぶっちゃけ私儲かんなくても誰かがこの1000円をゲットしていただくんだったら、どんどん進めてくれればいいんじゃないかなと思います。で、私のコメント欄に書く人っていうのはおそらく自分で集客力がない人ですから、こうやってね、小判山みたいに、まあ、言ってみればせこい方法を取るしかないと思います。それでもね、やらない人よりは随分マシだと思いますよ、うん、だからね、本当はね、自分で発信媒体を作って、みんなの銀行っていう今回の件だけではなくて、このみんなの銀行っていうものを紹介することを段取りにね、次の紹介案件も紹介できるように積み上げていただきたい。今回欲やりを出してきて、この紹介コード使ってくださいって方は自分の媒体が育ってないってことだと思いますんで、今回1000円儲かったところでね、じゃあ次どうするんですかと。次にもっといい案件が出てきても、もうこうやってコメント書くところがね、なくなっちゃうかもしれないということなんですよ。だから結局は自力でやる人しか生き残らないんで、こういうふうなね、横から出てきてこの紹介コードを使ってくださいっていう人、ちょっとね、私は哀れに思いますね。まあだけどやってるっていうところだけでも大したもんだと思いますし、その方はおそらく私の動画ね、アップロードして、みんなの銀行を紹介してくれることを心待ちにしてると思うんですよ。そういう意味では、まあ利用させてあげているっていう立場になるのかな。その人も私の動画のある意味ファンなんじゃないかなと思いますね。まあいずれにしましてもね、いろんな方の思いがあるのは分かります。ですけども、私が訴えたいのは、あなたがスマホにみんなの銀行をダウンロードしてるかどうかなんですよ。とりあえず1000円稼ぎに行きませんか。で、その時は私の紹介コード使ってくださいよ。では、よろしくお願いします。